マイファミリー。現金を運んでいたのは鈴間綾でした。そして鈴間綾の後ろにあるスーツケース、左側の赤いスーツケースは友果ちゃんを誘拐した時の5億円の入ったスーツケースです。右側にあるスーツケースはゆずきちゃんを誘拐した時のスーツケース2つ、2億5000万ずつ入っていたスーツケースです。そして今まさにお金を移しているスーツケースが1億円入っているスーツケースです。ということは、一番左のともかちゃん誘拐の時のスーツケース、ゆずきちゃん誘拐の時のスーツケース2つ、そして今回の1億円入ったスーツケースということは、ともかちゃん誘拐、ゆずきちゃん誘拐、そして今回のみさきちゃん誘拐、この3つの誘拐事件に鈴間綾が関わっていることがこれで確定ということでいいと思います。ハルトにスタンガンを押し付けた人物はこれを見る限りリュックを背負っているように見えます。そして帽子もかぶっているように見えます。となると、よほどのことがない限り東堂樹生である可能性が高いということになります。来週の予告を見るとこのように出ています。待ち受ける最悪の裏切り。最悪ということは信頼していた人物に裏切られるという意味だと思うので、信頼している人物というと春かなの立脇かな子か友人東堂樹生、このどちらかではないかと思います。すでに現金を運んでいたのがハルカナオンラインゲームズの鈴間綾だったので、立脇かな子、こちらの線は低いのかなと。予告でも犯人っぽく出ているということで、本当に怪しいのは立脇かな子ではなく東堂樹生なのではないかなという感じがしています。現在美咲ちゃんの持っていたタブレットは友果ちゃんが借りていることが分かりました。今手に持っているのが美咲ちゃんのタブレットです。友果ちゃんは横浜に出かける予定を立てています。ということは、もし友果ちゃんが出かければ当然タブレットを持っていくとは思えないので、ともかちゃんの部屋に置きっぱなしということになります。誰がこのタブレットの中にある小春ちゃんフォルダーに気がつくのかということです。ハルトが気がつくのか、それとも妻のミチルなのか。これを見る限りハルトはこのタブレットがミサキちゃんのものであることを知らない可能性が高いと思われます。もしかするとともかちゃんが出かけている間にみちるからこのタブレットがみさきちゃんから借りたものであるという話をハルトが聞くのかもしれません。気になったハルトはタブレットを見て小春ちゃんのフォルダーを見つけてしまうという流れがあるかもしれません。となると、この小春ちゃんフォルダーの中に一体どんなものが入っているのかということを考えてみました。ハルトは小春ちゃんの顔は知らないと思います。しかしフォルダーに入っているこの写真を見ることで小春ちゃんの顔がわかるんだと思います。そしてこの後ろに写っている背景がボルダリングであることがわかりました。となると小春ちゃんももしかするとボルダリングをやっていた可能性も出てきました。他にどんな写真があるのか予想してみました。例えばこんな写真があるかもしれません。美咲ちゃんは両親が応援に来ていました。となると小春ちゃんも誰かが送り迎えをしていたはずです。しかしそれは東堂樹生ではないはず。となると送り迎えをしていたのはこの東堂樹生だろうと思われます。そしてもしそこに妹である鈴間綾もついていってこのような写真を撮っていたとしたら、
この一枚の写真の中に小春ちゃん、美咲ちゃん、そして母親二人、さらに鈴間彩と、こんな写真がもしタブレットの小春ちゃんフォルダーに入っていたとしたら、東堂樹生と鈴間彩の関係を春人は疑うのではないでしょうか。東堂樹生が春人の会社を訪ねた時、案内してきたのは鈴間彩でした。もし二人が知り合いであればそれなりの反応があるはずですが、二人は全く知り合いである素振りを見せませんでした。もしかすると春人はそのことに関して違和感を感じたということがあるかもしれません。さらに美咲ちゃんは刑事である吉野捜査一課長を見て何か言いたげな感じを見せていたので、こんな写真ももしかしたらあるのかもしれません。撮った写真のどこかに吉野捜査一課長がこのように写っていたとか、そのようなことはない可能性の方が高いかと思いますが、もしかするとこういうこともあるかもしれません。今回分かったのは葛城補佐の優秀さです。東堂のリュックの中身を調べたり、そして鳴沢春人に鎌をかけて何か起こっているのではないかということを嗅ぎつけたり、葛城補佐かなり優秀な刑事であることがわかります。葛城補佐は手柄はすべて日下部管理官に渡すので調べさせてほしいと言っていました。ということはつまり手柄が欲しいわけではない、どうしてもこの事件を、誘拐事件を調べたい何かが葛城補佐にはあるということになります。果たしてそれが何なのか。東堂樹生は予告でそれに気づいていて、なんでお前に言わなかったというふうに言っているので、それはおそらく立脇加奈子のことだろうと思われます。鈴間彩が動かないでください、仲間が見ていますと言っていることから複数犯であることは確定です。そして2人か3人か分かりませんが、もしかするとこの鈴間彩もファミリーということを言われて犯行に加担している可能性もあります。最初のともかちゃんの誘拐は警察を排除するのが目的、そして次のゆずきちゃんの事件の時には本当に警察が介入してないか確認するため、警察が介入していないのを確認して今回の美咲ちゃんの誘拐に進んだということが考えられます。つまり段階を踏んで警察が介入しないように持っていってノーリスクで誘拐をすると、何のリスクもなく現金を手に入れるというのが目的なのかもしれません。そして春人たちが警察に連絡した方が良いのではないかと言った時に、東堂はそれは逆で警察にとっては一気に名誉挽回のチャンスだと、まるで警察に言ったら逆に不利になるから言わない方がいいと言っているように聞こえます。それは要するに警察に連絡させないためにそう言っているのではないかと思われる節があります。果たして東堂は犯人側なのか、春人が気づいた違和感とは何なのか、まさか真犯人はお前だったのかのお前とは東堂樹生のことを指しているのか、第7話を楽しみに待ちたいと思います。